イニングご紹介あったように、はい、バントのうまい下手っていうのは、まあ、得意不得意というのはあるんですけども、それが出てきましたね。そうですね、やっぱでもそういうのをね、いつもどんな場面でもやっぱしっかり仕事ができるような選手はね、はい、クリーンアップ打つバッターは違いますけど、やっぱりこう安達選手にしてもそうです、ねね、やっぱ前半戦で、ね、はい、よくバントのミス、それでやっぱチームの士気が下がったり、一気に流れが相手に行ったりというのはあるんでね、はい、そのバント練習、バントエンドランというのはやっぱり大事にしなきゃいけないとは思いますけどね。ここはどうか、バファローズ追加点のチャンス。5回の裏、ワンアウト1、3塁、バッター安達です。2球目、3対0バファローズリード、追加点のチャンスです。見事、ね、ライトへ、いいバッティングだ。安達、伊藤がホームに帰ってきました。安達のライト前タイムリーヒットが出て、オリックスバファローズ1点を追加、4対0とリードを広げました。いや、ナイスバッティングでした。ナイスバッティングですね、本当に逆らわないバッティングでしたね。北川さんがおっしゃっていた次の1点、この回オリックスが取りました、ね、大きいですね、これはね、大きいですね、はい、よしという感じ。ベンチの前に出てきた福良監督代行、口を尖らせる栗山監督です。